富山の七曲りといいまして、川の流れ7回曲がり下ったところとなっております。その一部をね、見ることができますので、この先トンネル最初ありまして、その先が3つのトンネルがありますので、その3つのトンネル出ましたら右ね、出ましたら右ということでご覧ください。七曲がり見ることができます。それではその先にね、ちょっと長めのトンネル入ります。そしてこのトンネルを出た直後、今度は一番短いトンネルとなります。長さは11メートルの短いトンネルです。ほとんどのお客様が見失ってしまうような深さとなっています。